ということで A さんよろしくお願いします。はい。で、今回ですね、A さんのちょっと片付けをしていくんですけども、今回片付けていくのはこちらのウォークインクローゼットですね。A さん、こちら洋服は何着ぐらいあるんですかね？100くらいはある。そうですね。はい、で、今かかってる洋服だけじゃなくて、もうこちらの収納棚だったりとか、はいはい、あとベッドの下とかにもあるんですよね。はい。はい。で、A さんの中でこのウォークインクローゼットとか洋服をちょっと一回片付けたいと。いうことでちょっとやっていきたいんですけども、ちなみに洋服とかは今までお片付けされたこととかはありますか？今まで200着くらい一応してるというか、サークルショップに売ったことはあって、それでこの量ですね。だから昔はもしかしたら400、500とかあったかもしれないですね。多分ざっと見、僕も祖母の生前整理で衣類を450着ぐらい片付けたんですけど、まあ、それと同等ぐらいの量か、もしくはそれを超える服がありそうだなっていうので、はい、ちょっとね、このあたりの衣類を片付けていきたいと思いますので、はい、お願いします。じゃあ、まずですね、こちらの衣類を全部出して、で、とりあえずもうこっちのベッドの方に、もう一箇所にまとめる感じでいきますか。はい。はい、じゃあ、すいません、お願いします。後ろから。あ、そうですね、じゃあ、ベッドに置く感じで。はい、やばいです。そうですね、まあ、ちょっと量があれだから重ねちゃってもいいかもしれない、ジャンルごとに。これちなみに右側と左側でなんか区別とかはあるんですか？一応、はい、左がアウターっぽい短いやつを。ああ、なるほど。はい、なんですけど、はい、で右側にあったのは、右側はなんかシャツとか、はいはいはい、ま、中に着るよ、ああなるほど。でも端っこはまた、はいはいはい、結婚式とか、ああ観光総裁とか、長いコート、うんうんうん、なるほど。ちなみに衣類は以前はいつ片付けたんですか？去年の秋とか。ああなるほど、じゃあまあ半年ぐらいは経ってる感じで。はい、はい、太ってしまって、うん、着れなくなって買い足したらすごい量になる。ああなるほど、そうなんですよね。なんか年齢の変化とか、はい、体型の変化とかによってもやっぱり服って定期的に入れ替えた方がよくって、そうですね。そう、やっぱり今必要な服だけ残すとかなりスッキリするかなと思います。やばいですね、はい、出し切れない、出し切れないですね。もう床一面にね、衣類が。これでまだ右側だけなんですね。はい、そうですね、これでようやく右側が空っぽになったっていう。パジャマも、あ、パジャマももう、はい、はい、もうどんどん出していただいて、すごい量ですね。はい、もう投げ始めたって。マフラーとかも、そうですね、マフラーはマフラーで固めてもいいかもしれない。そうですね、2割ぐらいしか多分着てないですよね、この中で。ニットっぽいのが、はい、これ引っ越しの時とか絶対大変ですよね。そうなんですよ、大変でした、はい、ですよね。東京から来られたんでしたっけ？あ、そうです、そうです、はい、もともとこっちが地元なんですけど、はい、転勤で東京に行ってて、はい、また戻ってくる時に荷物が増えて、うん、で引っ越しの時もね、1人分の箱じゃなくて2人分の段ボールをいただいたっていう。そうですね、いやこれは夏服かな、夏服がこれだけ。ああなるほど、え、今出したこのケースが全部夏服？あ、違うか、ここら辺だけが夏で、あと秋冬で増えたのかな。ああそういうことですね、秋冬のこのシーズンで結構増えたっていう、はい、なるほど、はい、やばいですね、この量は。この量は本当にお店開きますよね、これ。これまだできる、はい、あと去年の夏で、はい、着なかったやつを、あ、着なかったやつ、はい、これも手放す用ですか？あ、そうです。あとは、はい、まだ置く場所が、じゃあ僕どきますか、こっち行きます。自分でも物の量に、はい、そう、これ一回収納から出すとね、その物の量が分かったりとか、あ、片付けたなきゃだなってなるから、そう、最初のステップはまず全部出すっていうのが。
帽子とか。ああ、帽子もね、はい、出しましょう。もうクローゼットは終わりですね。はい。はい。ああ、確かに。はい。ベッド下のね。はい。あ、そうですね。なんかその、そこでチェックするときに出しますか。ひとまず置く場所がないので、はい、はい、じゃあもう終わりですか、下の方は。こっちは服じゃなくて、はいはい、あ、オッケーです。はい、これ服で、服全部ですか、これ。はい、あー、なるほど。はいはいはい、まあ衣類でだいぶ時間かかると思うので、多分まあカバンもじゃあちょっと後で別の動画かな、はい。はい、ということで衣類を全部出し終わりまして、だいぶすっきりしましたけど、はい、感想はいかがですか、洋服を全部出してみて。ちょっと見えない量でびっくりしてはい、多分この量はもし仮に特大ゴミ袋に全部入れるとしたら、多分5から10袋ぐらいはいきそうですもんね。はい、で、まあ、実際にじゃあ今からこれらの衣類を片付けていくんですけど、はい、片付け初心者ということなので、まあ1年以上着てない服だったりとか、もうこれは着ないっていうものを優先的に手放す形にしていきますか。はい、じゃあ、もう春になるので、例えば今シーズン、もう冬もう終わりじゃないですか。はい、なんかそういうのも、もう来シーズン、もう着ないなっていうものもちょっと手放していくといいのかなと思います。はい、売る用のボックスか袋を、はい、はい、もうそこにもうバンバン入れていく形で、奥から行きますか。よいしょ、はい、もう足の踏み場がはい、はい、とりあえずなんか基準を設けるといいかもしれない。あの、ね、1年以上着てない服、来年着ない服、はい、もうこれ以上着ない服、あと体型に合わなくなった服、はい、そのあたりをもうパッパッパッとやってって、で、あの1回で終わらせなくてもいいので、あのとにかく選択肢をまず減らして、手放せるも手放して、残ったものでもう1回再度チェックしていくっていう形でもいいかもしれないです。そう、迷うと結構時間が奪われて片付けめんどくさくなってくるのであ、もうこれいらない、これいらない、これいらないみたいな感じでやっていくといいかもしれない。はい、わかりました。なんかあんまり微妙だなって思って、あ、そうですね、デザインとかも、はい、1年以内に買ってるんですけど、はい、買ったままねはい、よくある、はい、出るけどあんまり嬉しくないっていう、うん、はいはいはい、それは期待したんです。はい、結構最近買ったんですけど、はい、ちょっと微妙だった。おお、もったいないですねこれも新しいけど、はい、売ります、売りますね白いやつは、はい、黄ばんでるんで、おお、ちょっと汚れてきたっていう、はい、はい、そうですね、なんか漂白してきようかなって思ったけど漂白しなかったんで、はい、そう、なんかもう汚れた服とか、もうちょっとほつれた服とか、そういうのはまた優先的に手放すのがいいかもしれないですね。はい、これは着ない、これも着ない、結構着ない服がね、そう、なんか80対20の法則っていうのがあって、もう全体の 20% しか普段使わないんですよね、はい、結局、そうそう、だから8割ぐらいはもういらないっていうか着ない服だから、本当に生活に必要なものって 20% なんですよね、およそ、ざっくりですけど。どうしよう、はい、迷ったものはひとまず保留でどんどん先に行った方がいいかもしれないですね。はい、はい、じゃあ進もう。はい、これは新しい、ま、どうしようかな、保留で行きますか。はい、じゃあ次どこ行きましょう。ここで3回しか今年着なくて、うん、まあ来年着るかどうかですよね。うん、すごい真冬の寒い時にしか登場しないんですよ。はいはいはい、まあ、着る可能性があるなら一回保留にしてもいいかもしれないです。はい、これは着なかったです。着なかったらもう着ないですね。はい、はい、ズボンタイプなんです。うん、多分これが嫌いなんだと思います。ああ、なるほど。そう、なんか服とか手放していくと自分の好き嫌いとかもよく分かってくるから今後の服選びとかもすごい参考になるかもしれないです。そう、あれ捨てたからもう今後は買わないようにしようとか、うん、そうなんです。それで、はい、着なくてこっちのスカートタイプをよく欲しかって、はい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 、なるほどね、こっちはよく着たんで、あ、はいはいはい、やっぱりスカートならっていうことですねそうな、結構ね今回の片付けでなんか買ったけど着てない服とかちょっと多そうですもんね同じような、こっちよく着てるんでこっちは必要ならで、はい、はい、そう、なんか今みたいに比較してもいいかもしれない、うん、A と B だったらどっちをよく着るとか同じような服は、はい、はい、じゃあ次行きましょう。はい、どんどん、スーツ、はい、これは入りません。はい。これもセットなんで入らない。はい。
スーツ高いから。そうなんですよね。そうそうそう、もったいないですもんね。そうなんです。似てる似てるものはどちらをよく着るかとか、好みのやつとか。これ買ったけど着てない、着るかな。じゃあ着てないってことはもういらないかなっていう。そうですね、こっちは着たんです。もう結局あの着るか着ないかで判断した方がいいかなと、ね、はい、着れる着れないだとねちょっと多くなっちゃうから。はい、それは冠婚葬採用ですかね。これはスーツというか、あ、スーツか、なんか、なんだろう、仕事、なんかセミナー行く時とか、ね、はいはいはい、行かないといけない。うん、はい、でどうしましょ う, どうしな、何で悩んでるんですか。着るか着ないか。なんか職業柄、はい、パンツスタイルで行かないといけないこともありそうなんですけど。あ、なるほど。とかに、はいはい、去年は着た、着てないんですよ。今年は着るイベントはありますか。今のところない。はい、はい、1年なければいいんじゃないかなとは思うんですけど。そうです。例えばそのパンツじゃないといけないセミナーとかってやっぱあるんですか。お仕事とか。セミナーってよりはなんか作業で、あ、エンジニア系の仕事してるんで、はいはいはい、うん、あ、スカートはちょっとまずいんですかね。その時があるんですけど、うん、今の会社に転職してからはない。ない。あ、ってことはいらないのかなとは思います。、うん、前は多分うん、あ、そうですね。なんか昔は必要だったけど、今の生活では必要ないものとかも絶対あるので、はい、そういうのもちょっと優先的にした方がいいかもしれない。そう。やっぱ過去のものがあるとね、ちょっと迷ったりとかもするから。はい。お、じゃあだいぶ、もう半分ぐらい減らしましたね。多分スーツ系は、はい。はい。じゃあ次の場所に行きますか。はい。これは結婚式の。はい。ワンピース。うん。入らないです。はい。そう、なるべくもう着ない服とか着れなくなった服は手放して、また必要になった時にレンタルするとかでもいいかもしれないですよね。そうですね。そうそうそう。ちょっと迷う。はい。迷ったものはもうちょっと保留で。はい。これは唯一。うん。でも入らない。はい。じゃあ、続いて。はい。はい。コート。はい。アウター系ですかね、この辺は。そうですね。これは、はい。秋と春によく着てるんで。はい。残して、これ去年、はい、去年2個も買っちゃった。お、来たは来た、来ましたね。はい、今後も着る可能性はある。着たいです。はい、じゃあ残しましょう。そうですね、着たいとかね、そういう思いがあればもう残した方がいいかもしれない。これも着たい。はい、じゃあ残しましょう。はい、はい、じゃあその中にあるのは、はい、何でしょう。部屋着とか、はい、まあ、なんかドラゴンズの、あ、ファンなんですか。そうですね、もうなんか引退しちゃった選手なんですけ ど, ど、お、自分が高校の時に着てたやつ、はいはいはい、あ、思い出のものとかね。まあこの中も、まあ、ちょっと迷うものは残して、もうこれでいらないだろうなとか着ないだろうなっていうのはちょっと優先的に手放した方がいいかもしれない。多分ね、奥の方には見慣れないものとか、あ、こんなんあったんだっていうものがあったりとかするから、多分そういうのはもう基本的には今の生活になくてもいいものになってくるので、はい、まあ、そこら辺もちょっと優先的に手放してもいいかもしれない。一回全部出します。そしたら、はい、じゃあこの中でもうこれいらなさそうだな、着なさそうだなっていうものをちょっと優先的に、で思い出のものは多分迷うと思うので、はいはい、まあ、もしいらないっていうのがあればもう手放していただいてもいいですし、もう基本的に後回しでもいいと思います。迷うものなので後悔するとちょっと嫌じゃないですか。で思い出のものってもう二度と手に入らないものだから、そういうものはねちょっと後回しにした方がいいかもしれないので、じゃあ、はい、まずこれはいらない、はい、これを残したいから、はい、こっちを捨てて、うん、はい、ここに入れます。これも似てるんで、はい、そう、 A さんの傾向としてはなんか似たものがたくさんありそうですね。そうなんです。はい、これはなんかあの日焼け対策みたいな、うん、まあ使ってたわけですもんね、はい、そういうのはじゃあ残しますか。はい、昔の、はい、ちょっと古いタイプのアンダーウェア、はい、あー、なるほどね、部活で着てて懐かしいですね、水野の。これはもうちょっと、はい、着なさそうですね。で、例えば今スポーツするとか運動するってなった時に着るかどうか。多分着るかも。お、じゃあ一回残しますか。で残す時、はい、
長いのがないから、はい、残しますか。はい、これは思い出の友達が作ってくれたんで。あ、作ったやつなんですか。そうなんですよ。すごい、思い出のものはじゃあ残しましょう。あとはどうでしょう。靴下は今年、うん、使ったかどうかで判断した方がいいかもしれないですね。黒は履かなかった。おお、はい。はい。グローマン。はい。減ってないけど。いや、まあでも大事。最初はやっぱり簡単に捨てられるものから捨てた方がいいです。あ、わかります。はい。難しいものから取り組むとね、挫折しやすくなるので、うん、そうそう。で、時間もなおさらかかっちゃうから。徐々に徐々に選択肢を減らして、あと勢いつけていくとか大事かなっていう。はい、運動するとき寒いときに行けるやつなので、はい、はい、ということで、じゃあ次に行きますか、はい、もうこれで半分終わりましたからね、こっちのとりあえずは、はい、マフラー系ですかね、今度。あ、これはまず部屋着で今着てる部屋着なんで。マフラー系もこれ使い分けってあるんですか。使い分け、なんか服のコートを何種類か持ってると、そういうことですね。本当は良くないと思いつつ、はい、コートが1個なら多分ストールも1個なんですけど、うん、色合いとかでね。そうなんです、はいはいはい、考えるとちょいちょい全部使ってた。お、ただこれは今年買って使わなかった、はい、あ、なるほどまた出てきましたね、買ったけど使わなかったっていうはい、まあ、じゃあそれ優先的に残しますか。はい、はい、これは履いたので、はい、はい、残して、これはもう毛玉が結構出て、はい、島村だったんでもいいです、はいはい、これはあったんですけど、はい、思いのほかでかくて。そうですね、なんかでかすぎたり小さすぎたりするものはもう着ない、あの、残さない方がいいと思います。これは冬オンリー。はい、着た、着ました。はい、来年も着そう。なんか実家が寒いんで実家行くときに着てるんで、はいはい、じゃあ残しますか。はい、はい、私履いてました。はい、ということで、じゃあ続いてこちら行きますか。これ右側が何ですかね。こっちがパンツ系。そうですね、パンツ系が多い。はい、で左側がニットとかセーターとか。ニットは今年一旦も着てないんです。あら、ま、洗うのとかが嫌になって。あ、ちょっとめんどくさいですよねネット入れたりとかね。そうなんですよ。で、今年裏着物 の、はいはい、スウェットを買ったらそれがすごい楽ってことに気づいて。あ、なるほど、別の服の方が良かったってことですね、はい、そしたらもう着ないのであれば全部手放してもいいかもしれない。そうですね、はい、でもちょっと迷います、ね、あ、もちろんもちろん、はい、だからもう簡単にまず捨てられるものからやっていって、で残したものをまたどうするかっていうのを考えてもいいかもしれないですね、はい、なんか結構デザインが珍しいやつが、はいはいはい、好きだったんですよね、はい、もうすぐ見つからなさそうな、うん、あ、なるほどね、なんか手放したらもう二度と手に入らなさそうなものは一回残してもいいかもしれない、うん、ここら辺はそうですね、ありそう。はい、ということで、もう結構な量になりましたねこれはい、じゃあ次に行きますか。デニムがいっぱい。はい、この辺は割と結構着る。着ましたが着てない。あー、なるほど、まあ、じゃあ着てないのを優先的に手放した方がいいかもしれないですね。はい、運動するときに着てる。はいはいはい、結構運動着ありますね。そうですね、はい、まあ、その辺もまあ過去1年で来たかどうかとこれから着るかどうかっていうところですかね。これはなんかまた買えそうなんで。あ、なるほど。で、今年着なかったんで。はい、ニットが出てきましたね。これはベストみたいなやつで、はいはいはい、1回くらいしか着なかった。はい、ちょっともうはい、そう、なんか洗うのがめんどくさいとかちょっとストレスになるような服とかもね、手放すと生活がよりシンプルになるし、ストレスもたまりにくくなるからより一層いいかもしれない、うん、今年はよく着たんですけど、はい、去年は、今年は、あ、今年は着なかったです、ね、はい、じゃあ手放してもいいかもしれない。てんこ盛りですね本当に。去年着てましたね。はいはいはい、今年は着そうですか。これに変わるものがない。ない。あ、そういうのは残した方がいいかもしれない。残しときます。ということで、じゃああちらに行きますか。はい、じゃあ次どちら行きましょう。帽子。帽子行きますか。帽子普段使うんですね。普段使える帽子は実は、はい、これとこれで。うん。このあと3つはなんかフェスとか、はい、ああ、イベントごととか、ね、はいはいはい、ただ3つもいらないっていう。じゃあその中で優先的にもういらないものを手放していきますか。これ
はい、はい、あれを残します、はい、あとじゃあ次こっち行きますか。これは好きなんですけど、はい、閉まらないんですよ。あーなるほど、はいはいはい。でもベストだからって思って。そうですね、個人的にはそういうのは手放しちゃった方が、例えばまあ今の生活に必要なものだったりだけで生活した方がいいのかなっていうのはありますけどね、個人的には。はい、これはちょっと微妙だった、うん、はい、微妙だったものはじゃあ手放しましょう。70% オフとかで買っちゃって。ああ、なるほどね。そうなんです、はいはい、割引の服とかはね安いからと思って買ったけど結局着なかったらね、お金が出てくだけっていう、もったいないですもんね。ということでじゃあ次に行きましょう。バンバン、じゃあ次はこれは何が入ってますか。これは春夏で去年しまったやつなんです。あ、なるほど、久しぶりです。はいはい、ってことはまあこれから着る可能性があるってことですもんね。はい、だから今年、まあ、着たいと思えるかどうかっていうところと、まあ、去年着たかどうかっていうところですね。そうです。去年しまうときには、うん、なんか一応やった記憶はあるんですよ。片付けたわけですね、はい、何が微妙ですか。着るかどうかってことですか。好みが。そうです、着るかどうか、うん、去年はすごい好きで着てて、はいはいはい、でもなんかこの冬に黒色とかを着すぎちゃって、あ、なるほど、春に黒着るかなっていう、ちょっと好みが若干変わってきたっていうところが変わってますね。あ、そしたら、まあ、あくまで僕の目安なんですけど、やっぱりその時の自分の好みだったりとか、まあ、そのお体の状態だったりとかに合わせた服だけ残した方がいいかなとは思います。では、はい、なんか多分いろんなミニマリストさんの動画見られてるじゃないですか、はい、でそういうミニマリストさんって本当にお気に入りのものしか残してなくて、まあ、心がウキウキするって言ったらちょっと大げさかもしれないけど、お気に入りのものだけ、好みのものだけ残した方がそういう生活に近づくかなっていうのはあります。ボタン取れっぱなしなんですね。ああ、なるほど。もし着るとしたらもうボタンをつけなきゃいけないってことですか。そうですね、そのつける余力というか元気というかある服ですか。それは今後直すかどうか、くらい。ああ、そういうことですね。ボタンは一応どっかに取ってあって。ああ、はいはい、どっかですね。それが見つからなかったらじゃあ直せないですね。そうです。例えばじゃあその服もし仮に手放したとして今の生活が困るかとか、まあ、お店でもしそれがボタン付きであったとしたら買い直すかどうか。ボタンついてたら買うと。おお、じゃあまあ残しておいてもいいかもしれないですね。はい、来たは来たわけですよね。結構着てましたね、はい、で今年も着るかもしれない、うん、はい、じゃあ一回保留で残しましょう。はい、これ白も持ってて。ああ、なるほど。白は手放したんですけど、今度残したんで。あ、はいはいはい、まあ、残しますか。じゃあ次に行きますか。はい、はい、こちらが夏服でしたっけ。そうですね、はい、ワンピースだった。うん、これは、はい、去年着ませんでしたけど、多分、うん、なんかデザインが珍しいってだけで撮ってる、うんうんうん、けど、はい、履かないということで手放しますか。はい、はい、とりあえずそう簡単に手放せるものから手放して、でまた今シーズン着てみて、はい、あ、また着ないとか、あ、これちょっと好みじゃなかったとかあると思うので、うん、またその時に手放せばいいのかなっていうふうには思います。はい、だってもう現にね今2袋分の衣類が手放してるからもうこれだけでも全然十分だと思います、はい、今シーズンをねより暮らしやすくするためにいらないものをどんどん手放すと。はい、じゃあ次行きますか。これは実は魔のボックスで。魔のボックスっていうのはどういうことですか。痩せたら着るっていう。あ、はいはいはい、なんか札ついてるんです。あ、買ったまま。そう、あ、そのダイエットのなんか目標みたいなのありますもんね。そうなんですよ、痩せた時に着たいみたいな、はい、とか一番多分自分が痩せてた時に着たスキニーとか、うん、はいはいはい、ここに戻らなきゃって思ってあえてしてなかったんですよ、うんうんうん、ちなみにそういう風にやって、まあ、ダイエットだったりとか目標に向かって頑張れたりとかはするんですか。そこがちょっと微妙、微妙なところだったら、あくまで僕の考え方なんですけど、もちろんそういうやり方も向いてる人は向いてると思うんですけど、もしそれでやって効果が出なかったら多分自分には合わないっていうことだと思うんですよね。そうだから僕だったらやり方を変えるかなっていう、そう、頑張れる、例えば紙に書くとか、
あとは例えばもう朝起きて運動するってなったらもうベッドの横に運動着を置いておくとか、そうやり方の合う合わないって絶対あると思うのでっていうのは結構あるかもしれないまあ新しいのじゃなくて古いのも、うん、そうだから全部手放せなくても、まあ、例えば一部手放すとか、もうこれは絶対着たいっていう服を残すと一番モチベーションが上がるかもしれないですよね。そうですよね。そうそうそう、あの結局目標が叶う人って未来をどれだけ楽しめるかというかワクワクできるかなんですよ。その叶えた自分になった姿を想像して、だから過去こういう服を着てたからここに戻らなきゃってなると要は後ろ向きなんですよね。だから叶えた後のワクワク感がない。だから個人的には過去のものよりもその痩せた自分を想像して、でこういう服を着こなせる女性になりたいみたいな、そういう風なワクワク感があると結構脳もポジティブになって夢って叶いやすいっていうのは脳科学で証明されてるから、そうそうそう、そういう服を残せたらいいのかなとは思いました。だとなんか、うん、過去にとらわれてはいけない気が。そうですね結局僕もそうだったんですよ。過去にとらわれると後ろ向きになるんですよね。後ろの過去のことばっかり振り返る。でも本来自分がやらなきゃいけないことって前に進むことじゃないですか。ってなった時に未来の方を向いて今を一生懸命生きなきゃいけないから過去のものは極力手放した方が前に進みやすいとは思います、うん、過去のこれはまず捨てます、はい、これは熱がついてるけど、うん、はい、まあ、将来着たいと思えるかっていうところで判断した方がいいかなっていう。一旦ちょっと残します。そうですね、はい、着たいと思ったら残してもいいと思います。はい、ダイエットに成功したら着たいかなっていう感じですかね。そうですね、履きたい、うんうん、はい、やっぱ取っときます。そうですね、はい、と、はい、いうことで、まあ、A さんはまあなるべくこれからねこういうものをちょっと定期的に振り返って、うん、その着た自分をうまくその想像して、まあ、普段頑張られると目標も叶いやすくなるかなとは思います。はい、あとあれは布系、あ、これは多分シーツ、あ、シーツ系ですね。これはもう残します。一応チェックします。そうです。袋とかはいるんですかね。もともとシーツをちゃんとここに入れてたのではないだろうかという、はいはいはい、それは何ですか。これもシーツ、あ、これはタオル地の毛布っていうか、あ、タオルケットの大きいやつです。はいはい、だから、まあ、これを使う可能性はあるってことですよね。そうですね、夏、はいはい、夏用ですね、うんうんうん、まあ、じゃあそれも残して、はい、それは使ってはないですもんね今。そうですね、使うことはある今後ってことは手放してもいいかもしれないですね、はい、この辺は手放しますか。はい、はい、ということで、じゃあ衣類系布系は以上ですかね。はい、はい、そのビニール袋は、はい、手放しますか。はい、ということで A さん、衣類の片付けとりあえずはもうこれらの3袋分ですかね、はい、これをもう全部手放す売るということで、はい、はい、まあ、1時間ぐらいやってたんですけど感想はいかがですか。結構着てないものとかが多かったなっていうのと、うん、はい、似てるものが、そうですね、多かったです、まあ、本当に、まあ、片付け最初の方はちょっとね結構迷うものとかもあったと思うんですけど、うん、まあ、まず1年以上着てない服とか好みに合わなかった服だったりとか、まあ、その体型に合わなくなった服とかをもう優先的に手放していったっていう感じですね。はい、はい、まあ、実際に、まあ、着る服とかも減ってみていかがですか。もうちょっと減らしたいところもあるので、うん、ちょっとそこは実際に生活してみて、そうですね、もうちょっと頑張ろうかなと思います。はい、そう、なんか一回減らして、で多分これから春服、夏服、秋服と着ていくと思うんですけど、また生活してみるとまたその服とか残った服でも優劣ついてきて、あ、これいらないなっていうのが出てくると思うので、うん、まあ、ひとまずこの3袋分を手放して売って、はい、まあ、どうなるかっていうところですね。はい、はい、ということでありがとうございました。